はい、どうもこんばんは。今日なんですけど、松浦忠さんの履歴書っていうテーマで話していこうと思います。で、松浦忠さんを、知らない人もいると思うんですけど、まあ、このチャンネルで、日頃から、まあ、お世話になっている方です。で、今回、まあ、履歴書の方が、手に入ったんで、皆さんと一緒に、見ていこうと思います。こちらです。まず、名前ですね、木崎ってなってるんですけど、本名は、松浦忠、出身は和歌山県です。で、ファンの間だと、キー様、ハ様、デッパナルシストなど、まあ、呼び方は様々あります。で、誕生日が昭和51年の3月10日、もうすぐですよね。昭和51年って何歳ですか？ 40？ 今年47とか67とか、まあ、早生まれなんで。はい。で、身長が178センチ、体重56キロ、視力が、右左 1.0 度で、趣味が、部屋のリフォーム、足のサイズは26、特技はいろいろあるはずっていうことなんですけど、ここから、学歴職歴に、入ろうと思います。1976年3月に、和歌山県で、松浦忠さんが生まれました。で、次、1993年の6月に、初のバンドレビアを結成、17歳ですよね。高2とか、まあ、高3ですかね。初のバンドのレビアを結成したっていうことなんですけど、皆さん知ってます？レビア。僕ははっきり言って知らないです。で、調べたんですけど、出てきたのはこちらです。まあ、これは、全く違うバンドです。レビアっていうバンド、まあ、木崎さんが、まあ、結成、まあ、在籍してたバンドは出てこなかったです。まあ、このバンドは、まあ、2010年から13年、14年ぐらいの、まあ、3、4年活動してた、まあ、僕も知らないバンドになります。で、次、1994年から、1995年の1年間ですね、多数のバンドを転々とし、後にステラマリアに、加入したと。ステラマリア知ってます？皆さん。曲も、まあ、僕は全く思い出せないんですけど、まあ、写真があったんで、こちらにあります。まあ、こうしてみると、次のラサディーズと、まあ、ビジュアルが、まあ、似てますよね。で、思うのは、この座ってる人、まあ、ボーカルなんですかね、黒い服着て、まあ、座ってる人いると思うんですけど、この前髪まあ時代を感じますよね。で、次、1996年1月、ラサディーズ結成、初の全国展開になってるんですけど、まあ個人的には、まあここから、彼は調子に乗り始めたと、思ってます。で、ラサディーズといえば、まあ1年間しか活動してなかったんですけど、まあ人気ありましたよね。で、僕はこれだけ持ってます。まあこれ、この動画見てくれてる人も、まあ持ってる人もいると思うんですけど、8センチ CD ですよね。ラサディーズで、まあ、CD 出したんですけど、まあ、唯一これだけ、まあ、この1枚が、まあ、ラストシングルってなってるんですけど、まあ、これしか出てないです。タイトルが、情景波状世界破綻世界どちらか分かりません。でラサディーズといえば、後に、ディル・アングレイに代わり、世界的に、有名になりましたよね。松浦さんなんで辞めたんでしょうか？首？僕は、性格悪いと思いますよ、彼は。で、まあ、ディル・アングレイの話は置いといて、履歴書じゃないですか。今日履歴書っていう動画撮ってるんですけど、こっちの部分ってあるわけじゃないですか。まだ、資格とか、志望動機とか、本人記入欄ってあると思うんですけど、そこで、バンドを始めた理由で、松浦さんは、X の YOSHIKI さんと、バンドをやりたかったっていう夢を書いてるんですよ。で、それを見て思うのは、まあ、ここで、まあ、運命が変わったと。もし、ラサディーズを解散しても、まあ、ディル・アングレイとして、松浦さんが活動してたら、もしかすると、まあ、YOSHIKI さんと共演してたかもしれないと思ってるんですけど、まあ、ディル・アングレイは、今日、薫、大、深夜、で、ベースは、長野からトシヤを迎え入れて、まあ、結成されたわけじゃないですか。かわいそうですよね、松浦さん。で、次、1997年の1月ですね、ミラージュ結成、初のメジャーデビューと。ミラージュの一期ですよね。まあ、1ヶ月ぐらい前ですか。僕も、動画にしてるんで、まあ、興味ある人は、ご覧ください。
で、ミラージュは、1期と2期あります。で、まあ今年ですよね、まあ、3期として、まあ、再結成して、フルアルバムも出ますし、まあ、ライブも決まってるんですよ。で次は、2000年の1月シンドローム結成、初のホールワンマンってことなんですけど、まあ、人気ありましたよね。まあ、デモテープも、タイトル思い出せないんですけど即完売してたと思います。で、シンドロームも、ミラージュと同じように、まあ、1期と2期あったんですよ。まあ、僕は、まあ、どちらかと言いますと、まあ、シンドロームは興味なかったです。まあ、ミラージュの、まあ、1期はいいなと思ったんですけど、まあ、シンドロームは、まあ、ビジュアルだけのバンド、まあ、ボーカルのレベルがあるとしたら、10段階で1です。素人と、さほど変わらないレベルだと思います。でこういうコメントもあったんですけど、まあ、アサギさんはうまいと書いてる人もいたんですけど勘違いです。ミラージュのアキラと同じように、声が太いというか癖が合うだけです。よく聞いてください。で、次が、2004年の10月、これ全く知らないです、聞かなかったです、ファンタスマゴリア、初の海外公演ってなったんですけど、まあ、人気あったんですかこれ僕興味なかったんですよ、まあ、シンドロームの、まあ、2期、アサギ、まあ、この辺から興味なかったです。もう声受け付けなかったんでほとんど聞かなかったです。で、2010年の4月、リン結成、もう知りません。で、6年空きまして2016年の、12月、バンド活動休止っていう、履歴書、学歴になっております。でこうして振り返ってみますと、まあ、自分は、ラサディーズとミラージュを、よく聞いてました。ミラージュで、まあ、人によって、まあ、違うと思うんですけど、まあ、多いのは、エアーが、代表曲名曲って言われてると思うんですけど、まあ、自分は、まあ、松浦さんのバンド、まあ、今までの、まあ、知ってる限りの、曲の中で、まあ、一番好きなのは、百花繚乱、まあ、発音は、まあ、よくわかんないんですけど、百花繚乱が一番好きです。で、先ほども言いましたけど、ミラージュが、今年第3期として、再結成したんですよね。で新メンバーにギターのシュン、バサラですよね。で、ドラムは、これもわかりません、ヨミさんでいいんですか、頑張ってください。で、ファーストフルアルバムが、4月の20日、発売されます。で、CD 発売記念と、ライブが、大阪で5月の22日、東京で、6名間ですね、5月の29日と決まってます。で、皆さんの中でも、気になってる方もいると思うんですけど、メンバー5人とも、髪はありましたよ。まあ、写真なんで実際はわかんないです。実際に載せてる人、なんかつけてる人がいるかもしれないですけど、まあ、キサキさんを含め、メンバー5人とも、髪の毛はありました。で次回かどうかまあわかんないんですけど、履歴書の、あと半分、こっち側を、まあ、志望動機、まあ、資格とか、まあ、記入欄が、松浦さん書いてくれてるんで、まあ、動画で、紹介していこうと思います。で、何かありましたらコメントの方もお願いいたします。はい、ということで、今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。